れ様です。ご飯食べました。お疲れ様でーす。満腹満腹ミーフ、可愛いお洋服、この前お話し会で着てたやつです。今日はハッシュタグスパーク2022に出演させていただきました。昨日配信ができなかったので昨日の音楽の日も重ねてお礼申し上げますありがとうございました。なんか喉が死んでいる予感がするけど気のせいだと思います。久々の16人のフェス、そう、久々の16人のフェスで、でもね、ねマジで終わったから言えることだけどめっちゃバタバタだったの。なんかその車両が遅れてしまって会場に着いたのがすごいギリギリで、そうで、みなみとみっちまだヘア髪の毛入ってないのに、なんか準備してくださいみたいな、着替えてって言われて、私たちまだ髪の毛まだですみたいなそう、紐を着替えてみたいな、みちと急いでメイクさんがみなみみたいな、みちゃんみたいな呼んでくれて入って、入ったらもうみねたちはまだ髪の毛始めたばっかだけど、メンバーみんなも着替えて、なんか最終的チェック、前髪ちょっとアイロン貸してくださいみたいな、スプレーを借ります、オイル貸してくださいみたいな、みねたちまだその段階にも行けてないから、みちと無理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 みたいなって、そうやばかったね、結構バタバタしすぎてた。でもまあ無事前髪というか髪型とかメイクも、まあ、できたのでいいんですけど、いいんですけど、これはあのこの前のあのグリーンアリーナの前日にやった STU 祭りみたいなフードフェスとかあった日の浴衣の日にやってた髪型をちょっとフェスでも合うんじゃないかなと思ってやってみた。でもねこれね、覚えてる人いるのかわかんないんだけど、これ私実はあの前回のなんか浴衣の時に、なんかその髪型いいねみたいなことをすごい言ってたんだけど、その私が思ってたことを触れてる人はいなくて、これこの髪型あれなんですよ、あの2017年8年代の握手会、 AKB さんの方の握手会の浴衣の日でやってた髪型なんですよ。全くその当時見せた写真、モデルさんの写真を全く同じ写真見せて、これやってくださいって言って、そうだからね、何人かはその時来てた人もいるんじゃないかしらそう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 、だからね、私からしたら初めましてっていうよりかは久々みたいな感覚だし、その当時見せた写真と全く同じ写真を検索で出てきて、え、これ2017年8年代の時もこの写真見せてこの髪型知ってもらったなっていう、なんか一人で重くなってました。すごいガチャガチャいっぱいありがとう、ギュートありがとうそう、でも今話してる、話したコメントの反応を見てる限りあんましっくりきてる人いなさそう言われたよね、確かに言ってもなさそうなさそうですな。多分ワンショット動画会とかもあったやつだった時かな、いつなくなったんだっけワンショット動画って、わかんないけどくらい前が、なんかね
黄色みたいな、黄色と白みたいな、混ざ、それを混ぜた色みたいな浴衣を着てた日、なんか紺、紫みたいな紺みたいな間、その間の色を着てた時は三つ編みをしてたんですよ。よう覚えてるな合ってんのかなこの記憶多分この髪型した2017年8年らへんの時は黄色とかベージュとかクリーム色みたいな浴衣を着てた日だと思いますな多分インスタ載ってないのかな、私っていつかに捨ててるんだろうミルキーの包み紙みたいな浴衣の記憶だけ、あ、それはあれですね、 STU のやつですね、 STU の浴衣の日ですね、ミルキーの包み紙はカルピスみたいなやつでしょあれは STU のお話し会のやつですね。それを多分私なんかの最近の直近の浴衣のやつで昔、あ、違う違う、全く同じやつをね、違う、アリちゃんとかな着てた最近。まあ、あの、私もどの時のやつかなって言われても私もわからないっていう、私は、私の記憶はこの髪型をしてた時はこの読み方っていうのは出てくるけど、何の企画をやってた時までは覚えてないなんかね、昔ね AKB さんの方の企画すごかったから、おみくじ会とかもそうだし、そう、何をやってたかっていうとちょっとあんま覚えてないちゃんとあんま覚えてないですね。え、今日すごいことあったんですよ。昨日ありがたいことにもうすぐ音楽の日っていう、あの音楽の日の前番組とで、音楽の日の本編の方にもオープニング少し出演させていただいて、ありがたいことにあの歌番組さんに出演させていただいてたんですけど、こっちに来たのが今日の朝だったんですよ。で、その山梨県に入るから新幹線に途中まで乗って、でその途中で駅で降りて、そこから車両だったんだけど、だから新幹線乗る時に東京駅に行ったんですよ。でなんかマネージャーさんがあの券、チケット切符をあの出してくるから、予約で取ってるから EX みたいなやつ出してくるから、みんなここの柱で待っててって言われて、はーいみたいな。で結構連泊してるメンバーが多かったから、みんなキャリーケース持ってて、で、まあ、ちゃんと柱の近くにいたんですよ。だからなんかスタッフさんみたいな人が近づいてきて、なんかもうちょっとあのなんか壁に張り付いてください、縮まってくださいって怒られて、えみたいな、何と思ったら、その私たちの柱の真後ろで SKE さんがトークショーしてたんですよだからあのもちろんあの SKE さん、伊藤美希ちゃんいたそうで、なんかもちろんその同じアイドルグループとして、姉妹グループ、妹グループとして、もちろんそういう意味ではファンではあるんだけど、なんか間違えられてすごい怒られてでなんか SKE さんと共にあの ST 応援してくださってるファンの方とかもいて、けど私たち全員すっぴんで、なんかとりあえずなんか気づかれても、なんか気づかれて迷惑なことはないけど、一応すっぴんだから、なんかちょっと逃げようってなって違う柱で止まってたりとかしてたんですけど、そう、すごくない、私いたんですよあそこ、私だけじゃないね、みなみもみちもひなちゃんもさらびもそらはも、ココアとかゆみことかも音楽の日に出演した PR 面以外は全員いましたね。なんか何の集まりみたいな、何やってるんだろうと思ってこう見てたら、ソラピューが SKE さんじゃないですかみたいな、見たら SKE さんで、私コンタクト入れてなかったんですよ、移動中だったから、寝るから、だから全然見えなくて、誰かなと思ってこう見てて、結構見えないから近づいて、その集団に、だから本当にめっちゃ真後ろぐらいにこう見に行った、あ、ミキちゃんじゃんみたいなそう、ミキちゃんだみたいな、でひなに行っといでよみたいな、みきちゃんって行っといでよみたいなやばいでしょみたいな、でも認知もらってるよみなみっつってそう言ってましたね。すごくないですかこの偶然、そう、すごいと思う、まさかのまさか鼻がかゆい
そうで、なんか姉妹グループさんつながりで言うと、あのスパークフェスはさ、あの NGT48 さんが出演するのってさ、私ちょっと前のショールームでさ、つぐちゃんに会えるかなみたいな話をしてたじゃないですか。でなんか私が会場に着いたのが4時半ぐらいで、でつぐちゃんたちがなんか4時に出るってなってたんですよ。だから会えないかなと思ったら、なんかつぐちゃんが NGT の方なんか15時に出ることになったからまだいるよみたいな。で私そのすぐ楽屋出れない感じの空気だったから、なんか50分とかでも大丈夫ですかみたいな感じで、めっちゃ2人で時間決めて、またくしゃみくせよせそうくしゃみが出そうそう、2人で時間を決めて会おうとしてたんですよ。でなんか50分になってもその場所とか決めてなくてどうしようと思って、つぐちゃんに電話をしたんですよ。電話をしたらつぐちゃんがみーちゃんみーちゃんみたいな、あれ多分楽屋のと建物が違うかもみたいな言われて、えみたいな、楽屋って2つあるんですかみたいな。でなんか私たちはなんか一つの建物にいろんなアイドルさんが入ってるとこだったから、そこに NGT さんもいるのかなと思ったら、多分ねみーちゃんたちの真逆の方にいるみたいなみたいなさ、もう電話しながらさ、じゃあ会えないんですかみたいな、ちょっとなんかね時間あったらねそこまで行けたんだけどみたいな、行けない行けないから、みたいな、じゃあまた何かのフェスで NGT さんと STU が出演する機会があって、私も出演メンバーに選ばれたらその時こそ会いましょうって言ってで、めっちゃ会う気はまだったのにと思って電話を切ったら、道がドンマイって目の前にいたから、別にそんなあの煽る感じじゃないけど、ドンマイみたいな、そう軽くあの声かけてくれて、そういや悔しいみたいな、うん、だからまあ何かしら今年はね、あのフェスとかいっぱいあるから、自分が選ばれてるフェスで NGT さんと日にちが一緒だったり時間帯が重なってる時があれば良いなって、で私が気づいてないフェスで NGT さんと時間かぶっててみーちゃんも出るしつぐちゃんも出るよってやつがあったら、みんな逆に教えてください教えてください。そうだから今日本当に会う、なんていうん、会うニアミスで会ったメンバーさんと会う予定だったけど会えなくなったメンバーさんっていうのが本当紙一重というか一期一会というかさあ、そう悲しかった、会えなかった。そうみちはその前日にさ、小田えりなさんともみーおんさんとかとも会えてるからさ私は明日と思ってて、私人見知りするから AKB さんのなんかメンバー同士が写真撮ってくださいとか、 AKB さん側からまるまるちゃん写真撮ろうみたいな空間にもう居場所がなくて、私はずっと壁でニコニコみたいな感じでやってたんですよで私はちょっと人見知りだけど唯一仲良くしてくださってる先輩とか仲良く慣れてる先輩が NGT さんのごまつぐみさんだったから、私は明日会うもんと思って私は明日会うもんねと思ってたら会えなかったで、なんかねひなちゃんがひなと二人でなんかこういう時どうしていいか分かんないねみたいな、でひなも分かんないって言ったけど、ひなはすぐ違う先輩メンバーさんに呼ばれて行っちゃって、はぁーってなって行っちゃったと思って一人だどうしようと思って、でなんか愛子とかも困ってたから、なんかスンって愛子の声言ってそうなんか私が結構人見知りって言ったら、ファンの人には人見知り出ないというか行けちゃうから、みーちゃん本当に人見知りなのと思うかもしれないですけど、こういう時本当に自分の人見知りを実感する。自分結構 AKB さんの情報とかもすごい、もともとがファンのファン気質というかファンでやってたので情報とかも知ってるから、なんかこの中にいる誰よりも知ってますみたいな、そういう慢心とかじゃないけど、なんかなんだ知ってるといけるって違うんだなってこっちは一方的に知識として何々が好きなんだとか知ってるけど、相手方さんからしたらまだ自己紹介からだから、なんかそういうのもあってのいけない。私が唯一いけるのは小熊つぐみさんと渋谷凪沙さんの
お二方もう優しい優しい。そう、どちらも連絡先を交換させていただいてるので、つぐちゃんとも定期的に連絡取ってるし、なぎささんともありがたいことに。最近だと6月5月、私兵庫に帰った5月か、5月に連絡を取ったきりですけどそう、なぎささんがアンバサダーしてる和食里に行ったんで行ってきましたってはい、行ってきました。ちなみにさっきまでみちと言いました。みちとご飯食べてました。で、配信お互いするからバイバイって言って別れましたそう、なんかこの3日間ずっとみちといる気がする。ずっとみちと夜ご飯食べて、いや昨日はお互いみちは稽古があったり、みなみは用事があったりとかでバラバラだったけど、今日は別の部屋の、一緒の部屋だったことないよずっとこの連泊期間一人部屋だよ。この髪型いいよね。なんか本当はクマちゃんにしようかなと思ったんだけど、クマやってるメンバーがいたから、やっぱりね、一番最後にメイク入るともうかぶってる髪型なんかできないっていうのがあって全然いいんだけど、ね、嫌な子はいないと思うんだけど、個人的にね、せっかくだからなんかなんとかの髪型が私だよって言えるようにオンリーワンでいたくて、で1個減らしちゃえと思って減らしました探したらそれっぽい髪型してた浴衣の写真あった。本当？そう、何の時だっけ、もしこの世界から2019年8月11日、おいすごいね、日にちまで探してくれたのありがとう探してくれたのか。なくなるのに、ララララ。でもなんか ありがたいことにここ最近歌番組さんに出演させていただけることが多かったから、ずっと 花は誰のものを2分半バージョンっていうのでやってたんですよ。なくなるのに飾りえないぐらいの花が一面に咲いていれば、みんなの情報などなんて気づく幸せを分けてあげよう、もしこうみたいなすぐ入る2分半バージョンやってたんで、今日ワンハーフっていうのでそれより長いやつだったんで、ちゃんとリハ前に確認してそう大丈夫だったんですけど、そうなんかありがたいありがたいありがたい歌番組さんとかいろんなとこ呼んでいただけるっていうありがたい影響でもちゃんと半分前に動画見て、そうなんか合わせをする場所はなかったので、おのおのが見るしかなかったんですけど、そうそうそう、おう、今日初めて富士山見たよ私。人生23年間生きてきて初めて富士山を見た見れた。なんかちょうどステージの時に霧が晴れて富士山見ました。おいっ子ちゃんとのエネキ当てだった日、あ、なんか知ってる、その記憶ある、うん、で今日はね、メールでも言ったんですけど、謎になんでかわかんないけど謎にペダルと車輪と来た道とのポジション変えられてなんかスパークフェスの対比ですみたいな、瀬戸里と対比ですって来て、ペダル見たら石田美の子に私の名前なくて、なんか知らんけど初めてなんか知らんけどペダルポジション変えられて、このフェスだけなんでかわかんないんだけど、とりあえずもう変えられたから覚えるしかなくてやったんですけどなんでってでもまあなんか門脇のポジションに入ったんですよ、みゆみゆのポジションで。なんかもともとみなみがみなみのポジション入って、みゆみゆのポジションあいこが入ってたんですよ。でもなんか謎にあいこがみねいのポジション入って、みねがあいこがもともと入ってた、なんかここが反転してて、
なんか間違えてんのかなみたいな愛子と話したら、なんかももちゃんもなんかミュウミュウポジをやっててみたいな、ちゃんとなんか説明ができないけど、何かしらのなんか理由があって、なんかみなみと愛子だけじゃなくて動いてるのは、だから何人か動いた上でなんかハマったやつっぽくてなんか分からんけど、私初めてとか、あのゴーゴーリトルシーバーズ公演で、あの地方のアンダーをさせていただいてたので、地方のポジションはその公演でやらせていただいたことあったんですけど、フェスとかそういうので初めて自分のポジション以外のメダルやって、結構大変だった。でもまあ別にサビぶりが違うとかはないからいいんですけど、ハニーちゃん足、私の足そう、だから今日は違うポジションで舞い踊ってましたでもなんかその今日やったポジションの方が、ぶっちゃけあの私の本来のポジションよりも前の位置ではあるんだけど、だから本来のポジションより前の列には行けてるんだけど、私にとってあの自分が選抜としていただけてるポジションは何列目とか後ろの方とか関係なく、自分のファンの方と一緒に頑張った結果でいただいてる大事な大事な場所だから、どこであっても大事だから、まあもうやれと言われたらやりますけど、なんか自分のポジションで私いるけど、なんでなんだろうってなんか私がいなかったりとかってあれなんだけど、いるからなんでなのかなとは思ったけど、けどいろんなポジションできるっていうのはファンの人からしたら、ファンの人がどういう心理か分かんないけど、まあ違うミーヒの振りも見れるっていうか、違う角度からのミーヒも見れるっていうのもあると思いますので、まあ何事も経験だと思い、そうそう、でもだからで今回の方が前だから今回のでずっとでとは別に時と場合でやりますけど、もともとのありがたいことファンの人と一緒に頑張った結果のポジションがあるのでマイポジションの思い入れはやっぱすごいんですよね。でもまあアイドルっていうのは別に固定のポジションだけ踊れればいいっていう、大所帯グループだからそういうのではないので、どこであろうとまあ思いますけどやりますけど防波堤ジャンプ映ってたね、見た配信、引きだった防波堤ジャンプ引き珍しいよね、引きだった、映ってましたね、私は一応時計あの目の前にあります、ありがとう、55頑張れって。でもなんかすごいどの曲やっても5周年で最近やったばっかだったから、なんか一瞬5周年のこと考えて、あ違う違うみたいな一瞬だけね、そう私あの56になってた56になっちゃったけど、じゃあランキング段順読みますね。リアルタイムランキング読むのでその間コメントもないです、いきます。13位ピアニッシモさん、パチ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 。12位サトさん、パチ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 。11位ウエプロックさん、パチ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 。10位ダッタンさん、パチ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 。ダッタンさん9位おやすみバーミントエイジさん、パチパチパチ。8位スノーヒルイシシさん、パチ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 。7位ポムさん、パチ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 。6位ディネさん、パチ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 。5位タキさん、パチ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 。4位ドンアット台湾ドンさん、パチ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 。3位ライディンさん、パチ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 。2位メカルさん、パチ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 。そして1位はドゥ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 ンつよつよさんでした、パチパチ。それではキャッチウズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください、いきます。あれみんなどこどこ、見つけたみのことをしてみひん、キューありがとうございます。兵庫県出身みこと石田みなみでした。
ということで、何個か話したいこと思い浮かっちゃうんですけど、今キャッチフレーズして思い出したんですけど、今日の MC の中で自己紹介が組み込まれてて、でまあ MC で自己紹介を長くやると、まあ、学びするじゃないですか。だからポンポンポンって言っていこうって、もうなんか間なしで、あの拍手とかなんかパチパチとか入るから、なんかポンポンって入りにくいけど、間延びしちゃってファンの人の熱が冷める方があれだから、ポンポンポンって言っていくって約束してて、でなんかニックネームと何々こと何々ですぐらいのな軽い感じでいこうって言ってて、私ってなんか決まってるニックネームがあんまないんですよ。なんかみーちゃんみたいな感じになってて、だから兵庫県出身のって言おうとしてたら、全員なんかユミリンこととかパセリことみたいな、全員なんかニックネームだったから、なんかもうニックネームで言うしかないと思った瞬間、私のニックネームって何なんだろうと思ってなんか一応公式で最初はミーだったけどみたいな、どちらかというとミーちゃんって呼ばれててみたいな、でもミーヒンも多くて私って何なんだろうと思って、ミーちゃんこと石田みなみですみたいな、めっちゃ違和感ありまくりだっためっちゃめっちゃ違和感ありまくり、なんか一応声は出せないけど、なんかミーちゃんの語尾やすいのかなと思ってミーことよりもミーちゃんにしたんですけど、なんかすごい違和感ありまくりな今日の自己紹介でしたやっぱなんて言うんだろうと思ったよね。そう、それが言いたかったのと、あの踊ってる時にね、5周年のことが、あ9分になってた、前戻るって言ったんですけど、配信とかで映ってるとかわかんないけど、もし来ててみーちゃんを見てた人は、私大好きな人で5周年マイク落としたんですよ、イントロで。それのトラウマが蘇ってきて、イントロでもうきつく強くマイクを握りしめ、今日は無事に終えました。やばい、こんな話で終わっちゃった今日一日、まあ、岡山明日あります、整理券配布とかあります、無料観覧でさ、意外に1分って長いんだな意外に長かったあれ、すみちゃん